写真拡大。 DeNA 中日20日横浜スタジアム。今季初先発となった DeNA 石田が5回1失点で降板した。今季24試合目の登板で真っさらなマウンドを踏んだ左腕、全力で腕を振って投げていきたいとの言葉通り、初回から150キロをマークするなど、3回まで1人の走者を出さない完全投球。4-0 の4回に先頭、平田に通算100号となるソロを被弾。5回は西1、3塁のピンチを背負うも、藤を空振り三振に切り、勝利投手の権利を得た。